皆さんこんにちは、ゆりやと申します。それではときメモ GS 実況、続きからやっていきましょう。現在のパラメータはこんな感じです。結構いいんじゃないでしょうか。今日は遊園地デートです。洋服はこのままで、アクセサリーをこっちに変えましょう。 OK。 待たせ、ごめんね。いや、来ねえかと思ったぜ。支度に手間取っちゃって。そっか、お前も一応女だったな。あ、ひどい。認めてやってんだぜ。いいと思うぜ。え、何が？あ、いや、その服がよ。ありがとう。よかった、カズマくんこの服気に入ってくれたみたい。じゃあ早速入ろうぜ。時間がもったいねえ。うん。じゃあどれにすんだよ。バンジージャンプだね。あ、楽しそうだな。飛んだ時ポーズ決めろよ。ポーズか。顔で許して。うひゃー、たっけーな。心臓バクバクだぜ。でも遊園地にバンジージャンプってあるのかな。私一度も見たことないんだけど。うん、よし、俺が手本を見せてやる。お願いします。3、2、1、バンジー。それがお手本かな。あは、かあ、飛び降りる時のポーズがいまいち決まんなかったぜ。いや、だってさ、全身拘束されてんのにポーズは難しいと思うんだけど。修行あるのみ極めないとね。こんなことで熱くなってどうすんの。これはダメだよ。そう、結構かっこよく飛んでたよ。いやー、だってさ、両手拘束されてんだからこれは良くないような。消去法で上かな。修行あるのみ極めないとね。おお、何事も自分のもんにしなくちゃな。あ、いいんじゃないかなこれ。やったね、バッチリ好印象。あ、おい、今日はそのよ、 ありがとな。え、なんつうかさ、時間経つのを忘れちまうっていうか、すげえ楽しかったぜ。私も楽しかったよ。こちらこそありがとう。なあ、お前時間ある？もうちょっと俺に付き合わねえか？うん、いいよ、大丈夫だよ。そんじゃあちょっと寄り道してこうぜ。うん。ねえカズマくん。うん？カズマくんってさ、趣味、学校、好きなテレビ、学校にしてみようかな。どんな子だった？俺か？そうだな、明るいうちに家に帰ったことはなかったな。わー、カズマくんらしい。夜遊び？バカ、小学校の時からバスケに夢中で毎日練習ばっかしてたんだ。そっか、その時からバスケ大好きだったんだね。カズマくんらしいね。そうか？教室でもいつもボール回してたぜ。そうなんだ。よく先生が取り上げようとしたけどよ、俺からボール奪えるやつは誰もいなかったな。それすごいね。なるほどね。送ってくれてありがとう。ああ、気にすんな。ああ、誰か来るぞ。電話、ちょっと待って。もしもし。あ、ヒビアくん。あ、ヒビアくん？ヒビアくん？先輩、今度一緒に。あ、あ、ごめん、後でかけ直す。ん？どうしたんだ？うん、友
友達からだったんだけど。もういいよ。じゃあな。俺はこれで帰るわ。うん、じゃあね。どうしよう、森村くんもあるのに日比谷くんも来ちゃったちゃんと二人に連絡した方がいいかも。もしもし。あ、もしもし、森村くん、私、黒宮ゆりやと申します。あれ？僕に何か？あ、あのね。あ、もう来月か。2月8日に、2月8日だっけ？遊園地行ってみるか。遊園地。2月6日に、あ、6日だったわ。遊園地に行かない？その日は。あ、ダメなの？ごめんなさい。予定があって。そう、予定があるんだったらしょうがないか。仕方ないね。ごめんなさい。また何かあったら誘ってください。うん、じゃあね。お、なあ。あ、カズマくん、何？今度の日曜日だけどよ。なんか予定とかって入っちまったりしてるか？うん、予定か。日比谷くんを誘おうかと思ってたんだけど、ま、別に用はないよ。じゃあさ、スキー行こうぜ。スキー。スキーか、いいね。うん、本当か。じゃあそれで決まりな。今度の日曜日、バス停で待ち合わせでいいかな。おう、日曜日な。忘れんなよ。カズマくんにデートに誘われちゃった。スキー楽しむぞ。今日はスキーデートです。洋服はこのままで、アクセサリーをこっちにしましょう。オッケー。お待たせ、ごめんね。いや、来ねえかと思ったぜ。支度に手間取っちゃって。そっか、お前も一応女だったな。おお、ひどい。認めてやってんだぜ。いいと思うぜ。え、何か？あ、いや、その服がよ。ありがとう。よかった。勝間くん、この服気に入ってくれたみたい。すっげえ、周り中真っ白だぜ。よし、早く滑ろうぜ。うん。なあ、下までどっちが早く着くか勝負しようぜ。いいね、やろう。カズマくんにはかなわないよ。これはどうなんだ。オッケー、直滑降でも勝てるよ。これでいいのかな。他の人に迷惑考えた方がいいじゃない。いや、これはなんか一番良くないな。いや、なんかこれはさ、なんか否定してるような感じだし。下行ってみるか。 OK、 直滑降路でも勝てるよ。合ってんのかな。お、言うじゃねえか。そういうの俺は好きだぜ。お、よかった、やったね。バッチリ好印象。今日は誘っちまったけど、 お前楽しんでくれてっか。うん、めっちゃ楽しかった。え、もう主人公えっていうの多いね。あ、俺一人ではしゃいじまって、そのめちゃくちゃ楽しかったもんだからよ。ついな。ううん、私からしたらすっごく嬉しいよ。なあ、お前時間ある？もうちょっと俺に付き合わねえか。うん、大丈夫だよ。そんじゃあ、ちょっと寄り道してこうぜ。うん。ねえ、カズマくん。ん？カズマくんってさ、趣味、テレビ、食べ物、趣味行こっか。趣味ってあるの？ん？そうだな、バスケは趣味とは違うしな。あ、あれだな。あれって？何？あれって。釣りだな、釣り。
時間があったらまたバス釣りしてな。お、じゃあその時は私も一緒に行っていい？すっげースリルなんだぜ。俺とそいつのワンオンワンの勝負なんだ。おお、なんかかっこいいね。ふん、そうなんだ。楽しそうだね。ありがとう、わざわざ送ってくれて。お、この感じはないぞ。いや、別に。んじゃ、またな。カズマくんに送ってもらっちゃった。はい、ヒビオス。あー、私、今大丈夫？またなんかアドバイスしてくれるんすか？いや、アドバイスじゃないんだけどね。そうじゃなくて、ね。お、もう2月だけか。13日、羽ばたき山の遊園地に行こう。2月13日に遊園地に行かない？大丈夫ですよ。お、いいんだ。先輩に誘ってもらえるなんて自分嬉しいっす。じゃあ、2月13日にバス停で待ってるから。了解っす。楽しみにしてます。やった、早く2月13日が来ないかな。今日は日比谷くんとデートです。洋服はこのままで、アクセサリーもこのままで OK。 ごめん、待った？あ、いや、全然問題ないっすよ。もしかして着てくる服を選んでたんすか？ううん、選ばなかった。そういう時ってなかなか決まんないんすよね。自分もいつもそうなんすよ。え、今日の洋服もそうなの？今日の格好すごくいいっすね。自分そういうの大好きなんす。お、そうなんだ。日比谷君はスポーツ系が好きなんだ。スポーツ系というかスポーティー系か。褒められちゃった。じゃあ入りましょうか。うん。何に乗りますか？多分ね、鈴鹿君が高いところが大丈夫で、日比谷君が高いところがダメな子なんだよ。だからこういう時は逆の方向を考えて、お化け屋敷だ。だって鈴鹿君がお化け屋敷苦手なら、日比谷君はもしかしてお化け屋敷が大丈夫なはず。そういう感じだ。いいっすよ。じゃあ行きましょう。ほら、やった、よかった、私の勘冴えてる。お化けがいつどっから出てくるのか楽しみっす。むしろ日比谷君喜んでるし。ああ、お化け屋敷めちゃめちゃ面白かったっす。おー、よかった、私の勘が冴えてよかったわ。日比谷君がいたから怖くなかったよ。私はすっごく怖かったけど、なんかこの話も、いや、これ違うな、上だな。日比谷君がいたから怖くなかったよ。まあ自分はこういう時は頼れるっていうか、任せてください。お、頼もしい、男らしい、かっこいいよ。やったね、バッチリ好印象。今日はすごく楽しかったっす。今度は自分の方から連絡しますから。別世界でお願い。うん、自分が家までお送りします。何があっても無事送り届けてみせますから。いや、大丈夫、私タクシーで帰る。タクシーで帰りたかったのに。でもありがとう、家まで送ってくれて。いや、男として当然のことをしただけっす。うん、そっか、かっこいいね。じゃあまた。日比谷君に家まで送ってもらっちゃった。あ、でも電話で誰か来なかったからいっか。さあ、頑張って作った手作りチョコあげるなら、やっぱり鈴鹿君。やっぱり手作りチョコはカズマ君でしょう。お、たまちゃん。私、昨日うちですごく大きなチョコケーキ作ったから。ほう、去年もそうだったよね。そう、気合い入ってるんだね。だって
あの、私…だって、何？え？何？負けないから。真剣な目だったな、たまちゃん。でもそれ、嫌いじゃないよ。何？俺に何か用か？はい、これバレンタインチョコ。あ、これってもしかしてお前の？うん、手作りだよ。うん、手作りなんだけど。え、お前も一応女みてえじゃねえか。お、ひどい。あー、それどういう意味？そんなこと言うならチョコ返して。バカ野郎、一度もらったもんは返せねえルールがあるんだよ。わあ、ジャイアニズム。なにそれ。とにかく最後まで責任持って俺が食うからよ。ありがとな。照れちゃってたみたい。なんかすごく嬉しいな。卒業式当日、絵本、夢じゃなかったんだ。あ、もしかしてカズマくん？カズマくん、カズマくん。ここにお前が入っていくのが見えたから。そうなんだ。3年間いろいろあったよね。ああ、いろいろあったな。ちょっと早いかな。俺さ。え？俺さ、お前と出会った頃、自分のことしか考えてなくて。他の奴なんてどうでもいい。俺はお前らとは違うって、そんなことばっかり考えてたんだ。わあ、それはそれは。お前に出会ってから、そりゃなんか違うだろうって思うようになった。私と出会ってから？ああ、なんつーか、そのほら、バスケだって一人じゃできねえだろ。そうだね。俺何にも見ねえで、ただボール追い続けて一人でプレーしてたんだよな。うん。だからずっと先に進めなくて行き詰まってたんだと思う。そっか。ありがとな、そういうことを気づかせてくれて。ううん、感謝してるんだ俺。カズマくん。そんで、その…なんつうか、お前にさ、きちっと言っときたくて。俺、こういうのって、なんて言っていいのかよくわかんねえけど、中途半端ってすっげえ嫌いなんだ。だから、俺、その…俺のこと応援してくれ。うん。あ、いや、だからそうじゃなくて、そのお前のこと結構気に入ってるっていうか。え、本当？だからずっと俺のそばにいろ。アメリカまでついてこい。アメリカ？俺がどこまでやれるか、ずっとそばで見ててほしいんだ。まあそれはいいけど。俺好きだ、お前のことが好きだ。おお、絶叫告白。私もカズマくんが好き。ごめん、ついていけない。そんなことはない。アメリカだろうがどこだろうが私ついていくよ。だって私もカズマくんが好きだから。私ずっとそばにいるよ。カズマくんと一緒なら、どこへでも行くよ。
本当か？うん。うん。やったぜ！俺絶対幸せにしてやる。プロポーズや。ずっと離さないぜ。俺たちは最強のチームだ。チームか。こうして教会の男の子が約束してくれた通り、王子様は本当に私を迎えに来てくれました。この教会に。小さい頃から時々夢に見たこの教会、もしかするとこれからこの教会を訪れる人たちにとって、私たちが物語の王子様とお姫様になるのかもしれません。カズマ君と私はアメリカ留学を目指して、今は英語の猛特訓中です。私は？私大学通ってんだよね。進路どうなったの？というか鈴鹿くんの進路もどうなったの？カズマくんは時々、俺には英語は無理だ！なんて投げ出しそうになるけど、でも私が卒業式の約束のことを言うと真っ赤になってすぐ勉強を始めます。頑張れ。これからも私たちは同じ時間を過ごして一緒に大人になっていきます。そしていつか二人が将来を誓い合う日が来たら、もう一度この教会を訪れてみようと思います。二人が巡り合ったこの場所に。はい、鈴鹿一馬くんを無事攻略することができました。いやー、初めて会った時はぶっきらぼうな彼でしたが、年月やデートを重ねることによってめちゃくちゃ可愛いカレーと変化していきました。もう終始可愛いって言ってたもん。まあ男の子に可愛いっていうのは禁句かもしれないけど、でも女の子が男の子に対して可愛いっていうのは、その人が意外なことをして母性本能がくすぐられたから可愛いって言っちゃうんだよ。私はそうです。でも恋をすると人間って変わるんですね。すごいな。結局のところ私は大学に行ったのかな。鈴鹿くんはどうなったんだろう。予備校に行ってるのかな。そこはなんかすごい曖昧なんだけど、そこ詳しく知りたかったな。やっぱり女の子とは仲良しでいたいよ。なんかたまみちゃん若干怖かったし、笑顔の裏にある恐怖っていうの、ああいうのなんか怖かったもん。みずきちゃんの時とはなんか違ったもん。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。